はい、今日は3月の14日、久しぶりに野良猫動画最新版。はい、道司君がたまたまがなくなって毛をそられてこんな格好になっちゃう。かっこ悪い。はい、はい、みんなのんびりタイムやね。おい、のびちゃん、のびちゃんち、はい、あんたのびちゃんち分かっちゃうの名前。あ、分かっちゃうのな。はいよ、いやー、のびちゃんですよ、私は。はい、ちょびちゃん、ちょびちゃんです。ちょびちゃんのくせにでかいんだな、これが一番でかいわ。これ見ろ、道司君がちっちゃいよ、男のくせに。のびちゃん、はいよー、はい、まったりタイムやの。母ちゃん猫、母ちゃん猫は、はいはい、母ちゃん猫がもう、母ちゃん猫をそろそろ出すかの。避妊手術しようと思ったけどな、どんなもんかの。出たがるんよな、やっぱ野良猫やけん。しょうがねえわの。こりゃこりゃ、母ちゃん猫、もう母ちゃん猫はもうおばちゃんやな。おばちゃん猫やね、これも完全にもう。はい、のびちゃん、母ちゃん猫のこのなんというか、母ちゃん猫のこのおばちゃんっていう雰囲気がなかなかいいね。え。長しっぽも出てきました。長しっぽも、長しっぽは一番母ちゃんと父ちゃんに似ちょるかの。典型的な黒猫のスタイルだな。スラッとして尻尾が長くて猫らしいわ。この、ね、2匹がほんと父ちゃんと母ちゃんに似ちゃうんだよな。こいつなんかは別の父ちゃんに似ちゃうのやな。あれもそうやけどな。はい、母ちゃん、おばちゃん猫、おばちゃん猫、母ちゃんも尻尾が短い。これも多分車のファンベルトかなんかに巻き込まれたと思うな。長しっぽが怪我したのと同じ時やな。同じような感じやね。車に入るけんな、怪我するんやな。危ねえけんな、あんなか。いやーん、いっぱい来たの。はい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 、ゴロゴロ来た、ゴロゴロ来た。はい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 、まったりタイムやな。
はい、のびちゃん、のびちゃん毛ふさふさやね、ふさふさや。のびちゃんゴージャス猫や、ゴージャス猫。のどかやの、焦げなねんか。